大家好，欢迎收睇 Gameplay HK， 有阿俊继续玩刀剑神域千年的黄昏嘅。而家咧，阿 Liva 就揾我哋，究竟有啲乜嘢要倾咧？啊，お兄ちゃん。なんだすぐ。さてここでお兄ちゃんにクエスチョンです。今回のパーティーで一番多い族柄は何でしょう？最多嘅亲缘关系，我哋应该全员都系后宫咁制噶。唐突だな。あ、まあ女性陣が多いから妹が多いとかそういうことか。もうお兄ちゃんすぐ当てちゃってつまんない。まあ、まあ、应该后宫先啦。咩喂，リーファちゃんがお兄ちゃんを連呼するから正解を連想しやすかったんじゃないかな。その通りだ。あ、かまあでも本当にそうだよね。私も一応現実だと妹だし、リーファちゃんもキリト君の妹、ユウキやセブンちゃんも妹だからね。私も妹だよ、ユイのね。そうだったね。こちらも確かに多いかもしれない。私やウタイ、リンも妹だからな。わ、估唔到喎，原来我哋咁多女角个身份咧都系阿妹嚟噶。さっきリーファやシリカと話してて、そういえば妹が多いわよねって話題になったのよ。はい。ここで一言物申してもいいでしょうか。咩咧？シリカちゃん？いつになく力が入ってるけど、何かあったのか？系咯，平时阿シリカ佢咧唔多出声又怕事啦，今次唔知点解咁有干劲喎。妹というのは血縁関係のことですが、それ以外にも妹的な存在というのがあると思います。どういう意味なのです？つまり実際の妹であるかどうかは別として、妹的な特徴を持つタイプも妹としてカウントしてもいいと思うんです。妹的な特徴？シリカちゃん何を言ってるのかな。咁其实系咪咧，只要细过阿同人嘅就全部都系阿妹咧？不过阿斯娜好似系大过同人噶。哈哈，つまりシリカは自分こそが妹的存在としてふさわしいと。そこまでは言いませんけど、このパーティーの中で妹的な役割を決めるなら、私にもぜひ参加権が欲しいかなって。いや別に誰が一番とか決めるつもりは。なんだなんだ、そういうことなら私にも権利はあるよな。忍美珠、阿仁子究竟想做边个嘅阿妹先？春雪嘅春雪お兄ちゃん、アイスおごって、あとケーキも。ニコのそれはただのわがまま幼女だろう。んだと？確かに見た目ならニコちゃんが一番妹っぽいよね。見た目だけですけどね。春雪、一遍閉めるから表に出ろ。わかったわかった、じゃあ誰が一番妹っぽいか決めてみよう。もうかもしれない、最後贏が一定は結いいが。我だ審査員は実際に兄か姉としての立場がある俺とレイン。了解だよ。あとはアッシュも確か兄貴なんだよな。アッシュ、佢另一个人格咧系阿哥啫，但系佢真实系个妹嚟噶。おう、呼び声が聞こえるぜ。Call me Ash Roller。わあ、アッシュさんいつの間に。オールダーブラザーといえばこの俺様を差し置いて他にいねえぜ。じゃあこの3人で決めてみよう。アスナちゃん、リーファちゃん、ユウキちゃん、シリカちゃんにセブン。其实阿斯娜做妹咧好奇怪，因为咧佢一直都唔系嗰种咁样嘅角色嚟嘅。咁喺呢个参选人入面咧，我觉得最有资格做到阿妹嘅咧就系史丽卡同埋咧西芙啦。
ロータス先生、レイン先生、メイデン、あとはリンが候補だぜ。そうだ、確かにみんなそれぞれ妹っぽい感じあるよね。天真爛漫なタイプだとリーファちゃんにユウキちゃん、セブンやニコちゃんだし。咪住咪住，人子喎，佢点会系天真无邪型啊？有冇啲咩搞错咗先？世話焼き系、しっかり者系だとアスナちゃんや黒雪ちゃん、ウイちゃんがいるもんね。あと守ってやりたいタイプだとシリカやリンってところぜ。なるほど、タイプ分けすると確かにそうだな。さて、誰が一番妹らしいか決まりましたか？いわいわいわ、咁就決定咗噶啦。なあ、俺たちが一番妹らしいと思ったのは、死啦，有得拣噶喎，点算啊？点算啊？我哋应该拣边个啊？那斯娜，我觉得佢唔可以做阿妹嘅。Liva 佢本身阿妹啦，唔使算啦，系咪？咁啊，一系就有几啊，我觉得都唔似。Silica 同埋咧，阿 Seven 真系最似嘅。黑雪姬，仲有阿耀。咁佢细细粒咧，都个感觉都似阿妹嘅。跟住就人质啦，同埋阿伦啦，即系阿 Ash 嘅真身啊。咁嘅话咧，不如俾 Silica 啦，好唔好啊？シリカだ。シリカには妹らしい、守ってあげたくなるようないじらしさがあると思うんだ。キリトさん、私嬉しいです。楽しかったですね、こうしてテーマを決めてワイワイするのも。ああ、これだけの大所帯だからこそできることだよな。確かにそうだね、ファーストリンカーのみんながいてくれたからこそ膨らんだ話題だったね。今度また何か別のテーマを考えて誰が一番か決めましょうよ。これだけパーティーが多いと考えるネタにも事欠かないだろうしな。そうだね。以为咁就完噶啦，唔得咁噶，仲有咁多个选项。嗱，不如咁啦，我哋逐个睇晒佢，睇下究竟佢哋会有啲乜嘢对话吓。好啦，咁我哋咧睇下阿斯娜先。アスナだ。みんなを海外しく世話してる姿はまさに理想の妹だって思ったよ。キリト君、ありがとう。楽しかったですね。こうしてテーマを決めてワイワイするのも。嗱，咁跟住落嚟咧，应该都系一模一样嘅。咁我哋咧再睇埋其他啦吓。跟住咧，我哋睇真正嘅阿妹，我哋见惯见熟嘅 Liva。すぐだ。ひいき目で見るなってのが無理だろう。みんなには申し訳ないが、俺の一存ですぐを推薦させてもらった。お兄ちゃん、嬉しいよ。喂，净系好高兴咋？好啦，跟住就系有几。勇気だ。無垢で天真爛漫な感じといえば。全開一致で勇気だってことになったよ。やったね、ありがとう。あ、就咁啊，就咁多谢就可以会多几句嘢讲噶。楽しかったですね。シリカ我哋就拣咗啦 ，Seven 会点呢？ Seven だ。あのぶっ飛んだスペックの妹がいたら面白そうだなって結論になってな。竟然会系好玩。本人を前にはとても言えないけどね。喂，唔系喎 ，Seven 加入咗噶咯。喂，有少少过分啦，因为咧，我哋拣咗 Seven， 但系佢竟然唔出现。唉，跟住就系黑雪姬啦。其实喺动画入面咧，虽然我哋知道佢嘅阿妹嘅身份啦，但系咧佢同佢家姐嘅关系咧系非常差嘅。黒雪姫だ。黒雪みたいなしっかり者の妹がいたら頼りがいがあるなって話になったんだよ。そうか、頼りがいがある妹というのも奇妙だが、まあありがたく受け取っておこう。我都觉得有少少过分咧，点会依赖个妹嘅啫？梗系要照顾个妹噶啦，点可以调翻转噶？跟住落嚟就系姚啦，我哋仲有三个咋？ウタイだ。晴雪が強く押してきたんだ。ウタイみたいな妹がいたら、
兄として気が気じゃないだろうなってな。你死啦，春树！一阵阿仁知唔知会点样啊？有田さんが嬉しいのです。ありがとうなのです。呢个对话系多少少噶？嗱，跟住系人知啦。头先啦，春树又拣咗瑶啦。咁如果拣人知会点咧？呢、这个咁腹黑嘅妹咧，我啊真系多谢啦。呢个啊？マジ？私が？なんで？你睇下，连佢自己都唔信啊！いやまあ、ニコみたいな破天荒な妹がいたら、毎日退屈しなさそうだなってことになってな。なんだよそれ。妹っぽさと全然関係ねえじゃんか。喂，拣咗人质出嚟，佢都唔多开心咁、啊。好啦，最后一个啦，就系伦啦，即系阿 Ash 嘅真身啊。Linda。アッシュが譲らなかったんだよ。なあ、アッシュ。エクザクトリー！リンを超えるシスターがこの世にいるわけねえぜ！咁你可唔可以召唤下佢出嚟先啊？喂，搞错啊！咁样就已经讲完噶啦。我仲以为咧会召唤个真身出嚟嘅添。嗱，咁我哋今次呢个特别对话咧就全部讲晒啦。咁究竟大家觉得边一个先最适合做阿妹啦？吓，不妨留言讲下啦。跟住落嚟咧，我哋玩多阵，睇下会唔会有啲乜嘢后续发展啊？嗱，玩咗阵咧，我就收到个 message， 就系黑雪姬俾阿春雪嘅。咁究竟会有啲咩有趣事件咧？姐，これで完璧。咦，搞紧咩咧？パトさん、来ましたよ。急に呼び出してどうしたんだろうな。春。どう？うん、唔错。あ、ああ、それってパトさんのお店の服ですよね。かわいいです。サンクス。春雪くん、どうだろう？おお、好可愛呀。先輩、素晴らしいです。美しいです。私たちも着させてもらっちゃった。哇，做咩啊？今日系女仆日啊，个个都换晒衫嘅喂。嗯，似合ってるな、アスナ。前ゴスロリ系のメイド服は見たことがあるけど、そういうクラシカルなやつもいい感じだと思うぜ。そうかな、ありがとう。ちょっとキリト、アスナばっかり見ないで、こっちも見なさいよ。你就睇，点解个感觉系啊？都系好工匠，唔得温柔啊！哦，みんなも着替えてたんだな。どうですか？可愛。こんな格好、現実だとなかなかしないから新鮮だよね。哇，好忙喎、啊，个个都要咁样睇下吓，大家中意边个啊？私は時々着てるけどな。你就算罢啦。私もバイト先でよく来てたな。もうあそこはやめちゃったけど。でも面白い服装よね。可愛いけど、それだけじゃなくて、どこか背筋がピンと伸びるというか。其实思音咁着，我觉得好似猫啊，唔知点解，大家觉得，大家觉唔觉啊？元は給仕のために着る服だからね。主のために仕事をする姿勢を見せるためのイメージ作りも兼ねてたのかもね。そして今回も作ったのはなんと私なのでした。我都估到噶啦，要换衫嘅话点可以冇咗斯朵雷亚，系咪？ストレアは裁縫スキルがどんどん上達していってるね。皆が平然と着こなしているが、私はどうもなれないな。この世界では衣装の変更ができるから、こういうことは日常茶飯事なんじゃないかしら。なるほどな。確かにデュエルアバターではできない遊びだ。イエス。ならここでもう一つ遊びを提案する。やめわな。お、バド。何するつもりだ？名付けて、メイドとしてのたしなみ、頂上決戦。頂上決戦？おお、
なんだかわかんねえけど面白そうじゃねえか。決戦ってことは競い合うの？何をするつもり？簡単なこと。メイドとして給仕してもらい、誰が一番メイドにふさわしいかを決める。つまり掃除や食事の準備、家事全般で競うってことね。イエス。ここでメイド服を着てるみんなにこの店の手伝いをしてもらって、誰が一番メイドとしてそつなく仕事をこなせているか私が採点させてもらう。点解系你比分嘅？你都系女仆嚟嘅。俺たちはキリトとハルはそこで見ていればいい。まあそうなるよな。又要比分。メイド頂上決戦か。ご主人様とか言わないとダメかな。或者マスターとだけ。これはロールプレイングですよ。やりましょう、アスナさん。なんか自信ないな。レインは現実でもやってるから得意そうだね。私のはちょっと偏ってる気がするけど。勝負なら僕だって負けないよ。それでは今からメイド頂上決戦スタート。はい、よく来た。おお、アスナはさすがに料理の腕前が違うな。キリト君に褒められちゃった。うう、その点先輩は不利みたいです。ぐぬぬ、仮想世界でもこのざまか。嗱，咁即系话咧，现实世界都系搞到唔知似乜噶。リズム全体的に手際はいいみたいだ。一人で店を切り盛りしてるだけはあるな。ふふん、どんなもんよ。シリカさんも手際は良さそうですよ。転んじゃいました。本命現在不站得的啦。あらら、ドジッコメイドって感じですね。なんだよ、別にいいじゃねえか、これくらいでよ。ダメよ、ほら隅までちゃんと拭かないと埃が溜まってるでしょ。埃なんて仮想世界にないだろ。でもそういう細かい気配りを含めてメイドらしさのアピールになるんじゃないかな。そういうこと。ちゃ、めんどくせえな。ニコにメイドらしさは全くなさそうだな。ご主人様、お茶のおかわりはいかがですか？好幸福啊。同埋咧，大家睇下，其实阿玲欣都几大献殷勤噶、哦。跟住阿春树又望喺后面点咧？我觉得咧，思音系好似管家咁样嘅角色嘅。じゃあ頼む。ああ、私もキリトにおかわり注ぐの？私だって。おいおい、三人とも突っ込んでくるなよ。だからあっち。ごめんキリト、かかっちゃった。キリト、すぐに服脱がないと。いや別に大丈夫だよ。ご主人様、大変申し訳ありません。こちらのタオルをお使いください。やっぱりレインさんが一番こなれてますね。ほら勇気、そこの手順間違ってるよ。僕わかんないよ。アスナ、もう一回最初から教えて。一定系教紧煮嘢食啊。仕方ないな。あっちはメイド決戦じゃなくて、ただのお料理教室になってますよ。ここまで。お、審査終了みたいだな。究竟邊個勝出ね？全員見させてもらったけど、メイドとしてのたしなみや給仕において旧大店に達している子は正直ここにはいなかった。咁系你最好啦，系嘛？まあそんなとこだろうな。別に私が本物のメイドの経験者というわけじゃないけど、みんな少しずれている。
仕方ないよね。まあ楽しかったしいいんじゃない。ああそれでいいと思う。そうだアスナ、もしよければ私にも料理を少し教えてもらえると助かる。うん、もちろんだよ。じゃあせっかくだし次はお料理教室でも始めよっか。それは明暗。私もスイーツ以外の作り方についてもいろいろ知りたいと思ってた。おいおい、趣旨が変わってきてないか。でもみんな楽しそうですよね。ほらほら二人とも手伝って。え、俺たちも。当たり前だろ、男たちは私らの雑用だからね。真是惨，明明我哋系客人嚟噶嘛。はいはい、わかったよ。咦，完啦、哦！喂，其实咧都系一个几有趣嘅故事嚟嘅。咁我哋咧今集就嚟到呢度啦，下集睇其他故事啦吓。多谢各位收睇，我哋下集再见，拜拜。